皆さんこんにちは、ジュゴンです。ということで今回も e フットボール2022情報を紹介していきます。はい、ということで、今回ですね、6月16日のメンテナンスで、たくさんのね FP 選手、フィーチャー選手が来たわけなんですけど、単体で紹介するのはちょっと物足りないけど、まとめたらいいよねというものをね、3つほど紹介していきます。まずはこの e フットボールポイント交換所に追加された3名も紹介していきますし、それからアチーブメントのね、バリューと、あとスペシャル、こちらにね、追加されているフィーチャープリシッチをボーウェン、こちらも追加されているので紹介していきます。さらには、今回指名契約権で、獲得できる J リーグ J1 の、5月活躍選手をまとめているこの POTM のね、選手、まあ、こちらは能力紹介というより、スキルがこんなところ追加されてますみたいな、そういうところを紹介していこうかなと思いますので、気になる方はぜひチェックしてください。はい、順番で言うと、アチーブメントで追加された選手、ポイント交換所の選手、最後 J リーグの選手みたいな形でいこうと思います。はい、ということで、気になる箇所チェックしてください。では参りましょう。はい、まずはですね、アチーブメントで追加された選手なんですけど、まあ、これ基本的には選手が欲しい方が、狙ってほしいアチーブメントになってますので、まあ、アイテムとかね、ちょっとずつもらえるんですけど、まあ、それ狙いっていうよりは、まあ、選手狙いが基本なのかなって感じです。はい、まずは500コインで獲得できるプリシッチの方から、能力こんな感じで、上限は今回7ですね。コンディションの波が普通なのでちょっと気になるんですけど、まあ、スーパーサブ持ってればチャンスあるのかなっていう感じです。ちなみに今回ポゼッションが80になってますね。はい、で能力なんですけど、今回トップ強化スピードです。足元とあとはオフェンスゲンス系、ここは上げておこうかなと思って55としましたけど、まあ、スーパーサブ効果が発動するので、まあ、そこまで上げなくていい項目もあったんですけど、オフェンスセンスはやはり、高い方が有利だと思うので上げておきましたと。あとはですね、適正ですかね、ウィング適正しかありませんので、本当ウィングのフォーメーション、ウィングありのフォーメーションを使ってるっていう方は狙ってほしいですね。まあ、あとはプリシッチ好きの方、そもそもプリシッチが欲しいよという方は、狙ってもいいんじゃないかなというところです。個人的に気になったのはスキルの少なさですかね。スーパーサブとかダブルダッチとかところどころあるんですけど、ちょっと物足りない。スキル自体はね、半分5個しかついてませんので、もうちょっとスキル追加ね、なんかしてあげてほしいなっていうのは毎作思いますね。はい、まあスーパーサブ効果で、結構爆発するので、まあその辺考えて、パスに振ったり決定力に先に振っておくっていうのもありだと思いますね。はい、続いてボーウェン行きましょう。こちらは1000コインになりますので、まあアイテムとかはねちょっと増えるんですけど、プリシッチとボーウェンに関しては総合値85スタートなので、あんまり能力変わってないんですよね。500コインのね価値はアイテムにあるのかみたいなところにあらなると思うんですけど、まあ、ボーウェン好きの方はね、ぜひゲットしてみてください。はい、まあ、プリシッチもボーウェンにも言えることなんですけど、まあ、能力的には通常でも、いい能力してるので、まあ、通常持ってるっていう方はねそれでもいいんですけど、より特徴的なね、選手が欲しいという方は狙ってみるといいと思いますね。こちらもコンディションの波は普通になっていますので、まあ、今の環境だとねちょっと使いづらさはあると思うので、本当選手が好きかどうかによると思います。まあ、プリシッチ見た後だからかもしれませんが、ダブルタッチ持ってたりとか、ワンタッチシュート、ピンポイントクロスなどいいもの持ってるし、あと適性が ST 右ウィング右サイドハーフと、しっかりと3つこなせるっていうのは評価高いのかなっていう感じはします。今回足元スピード瞬発に、メインで、振ってみましたって感じです。まあ、ちょっと残念なのはロングボールが80なので、ロングボールをね、どれだけ使っている方がいるのかみたいなところはありますかね。なので能力にね、ポイントを結構ガンガン振っちゃったんですけど、チームスタイル、使ってるものによっては、そっちにね持っていかれちゃうので、ここまででの能力が完成させられないっていうのはちょっと残念かなっていうところです。まあサイドの選手として足元、あとはスピード瞬発、ここまであれば、しっかりと戦えるのかなとは思うんですけど、まあ左利きでってなると、まあ例えばプレースタイル違いますけど、サラーとかメッシとか、ちょっとその辺がライバルになっちゃうので、まあその辺持ってるという方はボージャンにとってちょっと厳しい環境ですよね。はい、続いてポイント交換所の3名見ていきます。ポイント有効期限がね8月末まで、延期されたと思うので、もう1回ぐらい更新来ると思うんで、今すぐ交換しないといけないっていうものではないんですけど、まあ、気に入った選手がいるという方はね、狙ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、期間の方もね、長いこと取られてるし、前回来たアスピリクエタとかもまだいるので、十分悩むチャンスはねありますので、まあ、今すぐ交換しないといけないっていうわけではありません。好きな選手いれば交換するぐらいで、今はいいと思います。はい、まずはストーンズからいきましょう。能力的にはいつものフィーチャーみたいなところはありますね。まずストーンズのいいところは足元が非常にもともと高いので、まあ、ジッコルなんかをね減らせる、確率が減らせる、あとはグランダーパスとかも高いので、
ビルドアップとかその辺にはやはり助かる部分かなって思います。まあただ本業の方のセンターバックに必要な、ディフェンス系の能力、フィジカル系の能力に関しては、まあ、ぼちぼちっていう感じなので、それも気になるんですけど、センターバックしかできなくてスキルがねブロッカーとかがないので、その辺のスキルがあるとより良かったのと、あとコンディションの波が普通なので、その辺現環境だとちょっと厳しいなっていうのが正直なところですね。まあ、右サイドバックとか空いてればもう少しね、可能性は出たんですけどね、特に今回ポゼッションが80になっています。そこはポゼッション使いの方はね、朗報かなっていうところです。はい、続いてリバプールからルイス・ディアスですね。今回リバプール CS も来てますけど、ルイス・ディアスは入ってませんので、ここで狙ってみてもいいんじゃないでしょうか。今回足元と瞬発とか、その辺を振っておきました。瞬発は今回トップ強化にもなってます。ただね、レベル上限5ということで、何なんでしょうね、5とか6とか7とか、その違いは何なのかよく分かりませんけど、ルイス・ディアスの特徴、特に守備面の能力も高いので、まあ、前線からね、守備とかもしっかりとしてくれるんじゃないかなというとこと、コンディションの波も小さいなので、現環境でもしっかりとスカッドに入るチャンスがあると思います。で、足元、特にスピード瞬発に関しては言うことないし、サイドの適性とかあるフォーメーション使ってるよという方はハマると思いますね。スキルも言うことありません。まあ、ダブルタッチはね、持ってて、ダブルタッチはできますし、ピンポイントクロスなどチャンスを演出する力なんかもあるのかなって感じです。あとは両ウィングできるところは非常にありがたいですよね。はい、続いてロセルソ行きましょう。こちらの選手、今回グランダーパスがトップ強化になっています。もともとバランスのいい能力値なので、ちょっとだけ低いスピード瞬発中心に今回は上げたんですけど、残ったところ足元にね上げました。まあ守備面上げてもいいと思いますし、まあパスは十分だと思うんで自分はいいかなと思ったんですが、気になる方は上げてもいいかもしれませんね。適性も悪くないし、スキルも優秀、ダブルタッチ持っていたり、ミドルシュートなどシュート系もあるし、ワンパス、スルーパスとしっかりといいもの揃ってます。ただコンディションの波が普通なので、現環境だとちょっと厳しいかなっていう感じ。あと左利きのチャンスメーカーで OMF できたりとか、そういうのはいいんですけど、やはりメッシとかがね今パックできてるので、そこでの起用がないって考えると、まあ CMF で使うっていうの、あと守備がもうちょっと欲しいとか、スピードあった方がいいよねとか、そういうのが関わってくるとロセルソちょっと厳しい環境かなっていうところですよね。今回サイドアタックが80になってますので、まあ、ネイマールパックを買ったっていう方はロセルソも検討してみるとサイドアタックでね合わせることができますよね。指名契約権で獲得できる選手見ていきたいと思います。星2と星1しかいませんので、星2の指名契約権で全て獲得することになると思います。で、過去にも紹介してるので、今回ね詳しく見ないんですけど、能力的にはこちらの POTM のこのね J リーグの選手の方が強くなってると思いますので、まあスタンダードから乗り換えるという検討もしてみてもいいと思います。あとはチームスタイル適性得意な部分が80になってるはずなので、そこも注目です。ただ育成できないのでね、そこだけ要注意というところですよね。はい、ということで今回ポジション適性の変更と、あとはスキル追加があった選手だけ見ていきますので、今回紹介されなかった選手は特に変更なかったんだなと思ってください。ということで行ってみましょう。はい、まずは名古屋グランパス、マテウス・カストロさんですね。今回スキル追加、ドロップシュートとピンポイントクロスが追加になってます。はい、続いて上田綺世選手、今回根下が追加になってますね。はい、続いてルーカス・フェルナンデス、こちらはシャペウが追加になってます。シャペウ試合で使うんだ。はい、続いて清武さんです。清武、ノールックパスが追加になってます。はい、続いて小池選手、こちら適性ですね。DMF もともとないと思うんですけど、薄い適性が新たに追加になってます。はい、続いて脇坂さん、スキルダブルタッチ追加ですね。ダブルタッチで一つ剥がせるっていうのはちょっと武器になりますよね。はい、続いて森さんですね。こちらスキル3つ追加、根下 PK キッカー、スーパーサブ追加ということで、途中出場から活躍を見せたんですかね。はい、続いて佐々木選手、サイドバックの選手なんですけど、ピンポイントクロスとインターセプトがつきましたので、まあ、サイドバックとしていいスキル追加になったと思います。続いて一森選手、ゴールキーパーですね。 PK 止めたんですかね。 PK ストッパーが新たに追加になってます。はい、次が三田選手、こちらもプレイスタイルありませんね。今回スキル追加、スルーパスの追加と、あと左サイドハーフの適性なかったんですけど、薄いものが追加になってます。はい、ということで、3つのねタイプ紹介していきました。いかがだったでしょうか。まあみんながみんな、購入したりとか、交換したりとかするっていう選手ではなかったですけど、気に入った選手、サポーターのクラブのね、選手などは獲得を目指してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、ということで他のね、パックで登場中の選手だったりとか、あとリバプールクラブセレクションも今後動画出していきますので、よろしくお願いします。概要欄に再生リストでまとめてますので、そちらを覗いてください。チャンネル登録してないという方はこの機会にチャンネル登録もお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。